神宮球場を使いたいと打診しました組織委員会が先月末東京オリンピック・パラリンピックの大会前の2020年5月から7ヶ月間大会の施設として新国立競技場の隣にある神宮球場を利用したいと球場側に打診していたことが分かりました交渉は始まったばかりで具体的にどのように使うかについては 関係者の間で神宮球場はプロ野球だけでなく大学野球や高校野球にも使われていて代替場所についても検討が必要になります。